はあれ何してたっけ、あ、美容室行ったな。あ、違うわ、それ、あ、違くもないんだけど、今日は呪術廻戦店行きました。原画展、いやこれもやっぱあのチケットを取らないと入れないっていうやつで、結構前々からもう絶対にこの日仕事入らないであろうっていう日を見つけて、何週間も前からそう予約しておいて、そうで本当に、まあ、いいんだか悪いんだかってことかもしれないけどなかったので無事行けて、でその後急遽空いてるかなと思って電話してみて、というか連絡してみたら、美容室も行きつけのところがあるんですけれども、そこが空いていて、ああよかったっていうああよかったな一日でした。グッズはね、なるべく増やせないようにと思ってるんだけど、その呪術廻戦のね、でも唯一欲しいなと思ったやつが売り切れだったので、グッズは何も買わずに帰りましたね。アニメってより呪術廻戦のあの漫画の方、原作の方の原画とかラフとかいろんなものが展示されてました。買わなかったのすごいってより、うん、でも自分が好きなキャラクターのものが欲しいから、そうやっぱ今回の原画展は何々編とかじゃなくても全部全編通してのいろんなキャラクターのっていう感じだったから、そうだから全員集合とか私はそれよりかは一人のキャラクターのっていうのが欲しかったから、そういっかーと思って、見て楽しんで帰ってきた。あとはこんな情報いらないと思うけど、自分家で使ってたヘアアイロン2種類すごいタイミングでどっちもなんかつかなくなっちゃって、寿命あるんだね。ドライヤーとかは大丈夫だけど、なんかヘアアイロンって寿命があるって聞いてはいたけど、持ちよかったな。本当に 6,7 年とか使ってたやつがダメになっちゃったの。同時に電源もつかないし、めちゃギューって押してついたと思っても5分ぐらいで消えちゃったりとか。あ、ドライヤーもなんだ。ドライヤーは大丈夫。そう、いただいたものがあったりとか、それでも前から自分で使ってたやつとかも全然調子悪くなってないから大丈夫。10年が基準って言うよね。そうなんだ。そっか。うん、だから時間あったらと思って行って家電屋さん行って、でその2つも、2つっていうのはあのくるんって巻けるヘアアイロンとストレートアイロンがあるんだけど、どっちも欲しくて2つ買った。うん、ダイソン？ダイソンではない、ちょっと今日買ったところ初めてのそこだから分かんないな、名前まだ覚えられてないや。夏休み私はこれからって感じかな。どっか行ったりとかは、ここ最近は人と会ってとか感激してとか
結構そんな日々だったかな。あ、久しぶりに大人のカフェさんの、大人のカフェの加賀さんにお会いしましたね。何年ぶりだろうか。本当にソロコン以来かな。加賀さんって言って、当時あの舞台を見てくれた人って多分今きっとね、今このタイミングではちょっとあれかもしれないけどね、すごい前だね。5、6年前とかになるのかな。加賀さん元気だったよ。何も変わってなかった。あ、そうだ、加賀さんの配信見てるんだ。やってるんだ配信。そうで、この間お久しぶりにお会いして、ソロコンでやってたコント、そうそうそう、衛兵っていう、なんか私が、あれ、待って、どんなコントだったっけ。すごい連れ去られては抜け出せなくてみたいなコントだったよね。そう私がお姫様役で、外に逃げようとして衛兵の人に捕まってをすっごい繰り返していくやつだよね。あー、すごい思い出してきたすごいみんな覚えてる。あー、強い門番がいる。あーそうね、そうね。ねえ、初舞台だったねそれね。そう、ミラモンのスタッフさんとかにもお久しぶりに会えたりとか、またとか、そのお久しぶりに会ったから、また卒業おめでとうのプレートもう何ヶ月も経ってるのにさ、嬉しいんだけどちょっと恥ずかしい気持ちになっちゃった。そう、ファンクラブのやつでしかもう載せない、ちょっともう恥ずかし、自分が恥ずかしくなってきちゃった。そう、だから久しぶりに会う人みんな お祝いしてくれるから、永遠にもう 3?4 ヶ月経つっていうのに永遠にお祝いされてて嬉しいんだけどね、嬉しいんだけど、すごいあーってなありがたい。ブログに載せます。4ヶ月くらいか、だからセーフやな。セーフじゃないよ、もうすごい照れちゃう、照れちゃう、恥ずかしい恥ずかしい。もうこれだけ経ってくると、もう今の生活に違和感なくなってきてて、このリズム感というか、うん、さすがにもうこっちの今の生活に慣れたね。それが普通になったから、本当にあの日々が、あの10年間が夢みたいだって、本当だったのかなって、あの時間存在してたのかなっていう気持ち今。あとはなんだろうね、気持ち的にっていうか考え方っていうか、こうしないといけない、こうであらないといけないみたいな、いうなんか縛りじゃないけど、そういうのがなんか自分からなくなってきたっていうか、そんな感覚。みんちゃん休めてるかって言われたら、めちゃめちゃ休めてる、すごく。AKB 時代が夢だった感覚なのか、なんかね、うん、そんな感覚。
スケジュールが立てやすいでしょ。そうそう、それもそう。うん。だから社交辞令がなくなったよね。本当にじゃあ今度って言った時に今度の日程を出せるようになったから。初めての夏休みですよ、大人になってから。そうだね、急にスケジュール何か入るって前日には絶対もうなくなったね。前の日の夜に分かってたからね、次の日の予定が。それがさ、今まで当たり前だったのにさ、今じゃ考えられないよ。どういうことって感じだよね。ねえ、面白い。でもきっと今もみんなはね、現役でやってるみんなはそういう生活なんだろうなって。前日夜はさすがに異常だと思う。よくやってたな。最近綺麗さが増して心配。え、綺麗になってるの？本当に？そんな最近写真上げてなくない？シンパシー伝わっちゃってるの？最近りんちゃん綺麗になってるって感じがするって。うん、最近あんま努力してないから、ここ数日本当にちょっとあやばいって気付けなきゃってなってる。本当に更新してない、してない。綺麗は最近ズボラでした。ダメだ、ちょっといい加減ぐうたら生活やめよう。ジム行ってないね、行ってない。最近ジムなんてかっこつけなくていいのにさ、やっぱジム、その綺麗になるためとかさ、体を仕上げるために行くからさ、その仕上がってなくてもいいわけじゃない、ジムに行くときって。でも私もジム行くにも、ジム行く前にもうちょっと絞りたいみたいな。行く前にだよ。行ってからそうすればいいのにってなってたらね、なんかどん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 遠のいちゃってるね、行くのが。やだ、仕上がめちゃめちゃ仕上がってない状態で行くのがすごく嫌で、プライドの問題なんかな、困ってる。だからだって数値とか出ちゃうんだもん。本当だよね、ジムは絞るためにあるのって。本当にそう、絞ってから行くんじゃないよね。舞台に向けて絞るの、あ次のってこと。あ全然それは必要ないと思ってる。そういうやつじゃなさそう、予想だけど。まだあの本はいただいてないですね。この間撮影したけど、その時に今なんか直しというか調整というかそういう作業をしてるみたいなお話を。どうなんだろうね、ビジュアルいつ出るんだろう。私まだ見てないですね。うん、見れてない。あんまりまだ動きが見えてないですね。分かったことといえば、稽古がどこであるかっていう稽古場情報しか来てない。得意分野っぽいキャラ、あでも自分がやるキャラクターというか役名っていうのは判明。あでも得意分野とかじゃない気がする。うーん、なかなか実際読んでみたらどうなのかわからないけど、やっ
あんまりやったことがない役柄な気がしますね。役名は言えないよ、言えないよ、まだ。まあキービジュアルが発表されたらその時なのかな。あの人なら結構合ってると思う。なんかみんなはなんか予想してる人がいるんだ。でも言われても私まだ読んでないからちょっとわからないけど、なんとなく聞いてきた。その撮影の時にこういう名前でこういうポジションの人みたいな。ネタバレになっちゃう、いやならないんだ。多分ね、原作読んでもネタバレにならないと思う、あの聞いた感じだと。原作はあるけれども、そっからまた今回の舞台上にっていうニュアンスだった。スピンオフ、いやとかではないと思う。めっちゃ楽しみや、ありがとう。私は不安だ、不安、すごく。どうなんでしょう、やっぱり大先輩方ばかりっていう感じがするので、自分が一番その若手というか、めっちゃ不安ですね。だから早く覚えて、早くそういただいて本を、早くセリフ覚えて、セリフだけのことじゃなくてなんか自分でイメージしてこう動きとか作っておかないとついていけるかなって、めちゃめちゃ不安だね。頑張ります。今は体力づく、いやーしてないな。全然運動もしてない。頑張ったね、チケット取れたので。ああよかった、嬉しい、ありがとう。早い、もう心が三越劇場に。早いよ、すごい。美味しいケーキは堪能してる。結局ハーブスの夏いちごのケーキは食べられなかったの。夏の暑さ堪能してる。でも日中は、今日は珍しく出たけど、本当に夏は夜、夕方にしかあのご飯買いに行ったりとか、お買い物行ったりとか、だから太陽は絶対部屋の中からしか見てない、浴びてない。基本的にお家の中かな。暑そうだなって思いながら。でもカーテンも結構閉め切っちゃってる、そんな感じ。ね、雨とかすごい降ってた日あったよね。最近ゲリラ豪雨。こんな暑いのに全然痩せないの、なんでや。暑いからじゃない？暑いからね、ストイック運動っていう気持ちにもならないじゃない。だからじゃない？私夏結構太る。冬結構痩せやすいな。家にいて動かないからね。
イメージ痩せそうだよね、夏の方がさ。私は冬の方が痩せますな。せっかくこう痩せてもさ、着込んでるからあんまりそうシルエットが出るような服着れないっていうのが残念。昨日雨大丈夫だった？あれ？昨日って私何してたかな。降ってたね、降ってたわ。昨日ご飯食べに行った。昨日すごかったね。すぐやむかなと思ったらスカートビチョビチョになっちゃった。雷は覚えてないな。あ、明日はですね、クロちゃんとクルちゃん、アベマ TV 出ますね。明日19時から、明日もミッドナイトがあるので、19時から22時まで、ボートを予想しながら、なんかワイワイしてます3時間。でも明日、私本当ずっとミッドナイトだよね。2時間でも長いはずなのに。衣装だよ、あれ私服みたい？あれ衣装です。予想うまくなりましたか？いや全然だな。予想の仕方とか結構まあね、最初に比べたりとかだったらだけど、やっぱ本当にわからないからさ、誰がこう何が起こるかわからないからあんま当たんないね。花火全然見てない。見れるかなと思ったけど全然見る機会なかった。音も聞いてない。ミッドナイトの時は衣装替えとかしてくれたら。え？そんな無理です無理ですあれ終わった最初の通常回やった後も本当に2分ぐらいしか休憩ない。もう無理だよ。いいじゃない、2週間に1回はねえ。本当私だって1回もスタジオの外出ない。ずっとあそこに座ってる。絶対無理なんでよ、満足してよ1着で。物足りなかったらしい。無理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 。早着替え本当にやだ。苦手。気持ち的にはできてたとしても早替えが、やっぱり早替えはあんまりしたくない。焦っちゃう、やだ。早替えが好きっていう人もあんまり見たことないけどね。得意かもしれないけど、私早替え好きですねって言ってる人はあまり見たことないいた今まで。早替えなるべく避けたい。
と、あの舞台関係の早いや、なんで海賊が出てきたんだ、なんで。早着替え拒否を公言、いや公言する、もう嫌だもんだって、落ち着いていたいもん、舞台袖で、ステージの袖で。浴衣とか着てほしい。あー着たいなー、着たいけど、どうしたらいいんだろう。お祭りに行く予定もないからな。浅草とか行ったら浴衣持ってってね、なんか着付けとかしてくれ、お金払って、そういうイメージがある。8月はちょっとね、イベントとかないからな。持ってるよ浴衣、でも下駄とかも持ってる、髪飾りも全部揃ってはいるけど、自分で着れないから、帯結ぶのができないね。 YouTube とか見ればできそうだけどね。今日もりんちゃんの声聞けて癒されて、あ、本当？嬉しい、よかった、癒されてくれてるなら。すやーって寝ちゃったけどね、おやすみー。着付けできる人ね、でもあの水戸宮の時とか稽古ずっとね、そういう感じのでやってたから、教わったけどな、忘れちゃった、どうやってたんだっけなあれ。あ、でも下にズボンとか履いてたらからか、所作を先生から学ぶためにちゃんとああいうのを着付けてやってたの。参考資料でやっぱそういう踊りとかさ、普段の生活の様子みたいな映像も送られてきて、そういうの見ながらやってたんだよね。すっかり頭から抜けてしまいましたが、持ってるんですね。そう、あのね、スモワルでや、あの配信の時に着させてもらって、その時の浴衣をいただいたんですよ。それを持ってるの。ねえ、すごいよね、嬉しい、あれ着ていきたいな。懐かしい、あのあれは2年とか3年前とかなのかな。ね、いい思い出。
ピーターパンどうだった？あれ、あの後私配信してないっけ？ブログに書いただけか。よかった、ブログだけか。そっかそっか。スパークル、あ、わかった、スパークルいいよね。そう、ラッドウィンプスさんの。ピーターパン前回から3分の2の方が新しい方に変わってって感じかな、確か。覚えてた、でもセリフセリフはそんなね変わってない、 95% 一緒だと思う。子役の子もそう、一人だけ続いてて、あと変わってたね。一緒に歌ってた、あ、私が、あ、見ながらってこと？ちょっと歌はね、なんかその一番最初にやった時と変わってるから、それが混ざっちゃってて歌は自信なかったけど、いや、びっくりしたのがネバーランドをがどんなところかピーターが教えてくれるさ歌があるんだけど、それさ、ただウェンディはうっとり聞いてるだけだったのにさ、今年ハマってていいなってすっごい綺麗だったの。え、で なんで去年やらなかったのって思った。さくらちゃんの時はさ、最後の客席行くような歌手のとこの歌をさ一緒に歌って踊ってハモってってやってたんだけどさ、もうなかったんだけど、あの前回1年前はいいなーって、ピーターと一緒に歌いたいなと思ったら、今年一緒に素敵にハモっちゃって歌ってて羨ましかった。そうなの、ウェンジ七段階ってど、あの歌詞はちょっとどっちか忘れちゃったけど、地図にはない場所、秘密の場所みたいな、この歌詞どっちか覚えてないんだけど、ネバネバラン、テテ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 テ的なやつ、いいなぁ。そう、去年マイケルやってた、そうそう、いちかちゃんって言うんだけど、今年ジョン役やってたの。わーって、こういう受け継がれ方もするんだと思って、いいよね、エモいよね。え、でも歌詞忘れちゃった、歌ってって言ってくれたから、あ、いいんだと思って歌おうと思ったけど歌詞が出てこないや。あ、あれ思い出しそう。明るく元気に胸高々に雄たけびを叫ぼうぜ、勇気を持って全力でイエス叫ぼう、聞かせてごらんだっけ、君の雄たけびをほら叫ばなきゃってやつ、ちょっと思い出した。覚えてたね歌いながら客席回るやつね。
嬉しい。りんちゃんの声好きだって。ありがとう。フルネーム覚えてる？覚えてるよ。ウェンディ・モイ・ランジェラ・ダーリング。完璧。私はパピコは半分こしたい人生だった。いつでもできるよ、半分こ。持ってきてよ、じゃあイベントに。全然半分こしてあげる。あ、見たよ、あれ。AKB の新曲。恋、天、積んじゃった。積んじゃった？積んじゃった？なんとかレミコーでしょ？なんかみんながダンスやってる映像？ TikTok みたいな、ああいうサイズ、縦長のサイズ感でみたいな。僕が積んだなな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 、歌詞が全然わからない。え、こいつんって略してるの？そうなんだ。文化だよね、この略すやつ。なんとかかんとか進めないみたいなやつ。どうすればいいんだろう、レミか、レミナウ、レミゴウ。レミタンにしか聞こえない。レミゴウかレミナウだった気がする。レミゴウかな。レミナウだって。なんか積んじゃったエピソード、私失敗しちゃったみたいな、ないね。挑戦をしてないもの、まず最近ないな。積んじゃったエピソードは、エピソード0。違う、そういうことじゃない、そういうことじゃない。失敗しないのでってなってる。劇場にサインかけに行って、行ってなーい。でも行ってる？みんな。8月で終わりなんだっけ？こないだ行った劇場。でもそれは、あのね、あやねにお土産渡したくて。北海道行って。そう。でもさ、なんかその日誰が劇場を担当してるスタッフさんとかさ、そういうのは全く分かんなくて、もしかしてこれ劇場この空いてると思われる時間、公演とかやってる時間に行けば、あの吉田さんとかりんごさんって分かる人に、あ、分かるかな、行けば会えるかなって。裏口とかじゃなくても、もう連絡すさあしてさ、すみません今日誰ですかって聞ける人も分かんなかったから。でその後も予定あったし、そう、もうそれが、その時間がもうあれだから、もう行っちゃえと思って、で、あの地道に1階からエスカレーター1階ずつ登ってって、その日はあのロビーまで行けたので、そう、ちょうど公演やってる時間に MC やってた。音聞いたら初めてあそこから行った。いつも裏口から行ってたから、そう、正面から行った。バレなかったし、私のことそんな見て分かる人いなかったと思う。そうで、マネージャーさんいらっしゃったから、すいませんこれあやねに渡しといてくださいって言って、うん、滞在時間30秒ぐらい。そう、あ、そう、ロビカンの人ね。いた。こういう感じでみんな見てるんだって初めて見た。一瞬だけだったけど。そうで、すぐにもまた1回ずつ降りてって
そう、次の目的地へと向かいました。もしその時時間あったとしても、あの皆さんがこうロビカンしてたりしたから、かけるあれじゃなくて、もし次あの時間あって行けた時に、ちょっと一人だと照れちゃうので、誰か付き合ってくれるメンバーがいたら書きに行きたいなとは思ってる。初めてだよあんな1回からちゃんといた、初めてじゃないか、小学生ぶりだった。でもなんか懐かしいなとも思って、その先輩たちのシングルの表題のジャケ写があそこにあったって。でもまたさ、ここに今のシングルとかさ、自分が参加したシングルもここに入ったらいいのになとか思いながらね、ちょっとね。そう、小学生の時行ったの、家族で。メンバーの写真少なくなって寂しい。あー、壁写ってこと？壁写が多い時期見たことある？うん、それは見たことあるよ。こないだ行った時ちょっとそこまであれだったけど、そっか、少なくなったなって感じるくらいなんだ今。どっちがいいのだろう。でももしかしたら今の方がさ、この出れるチャンスとかも増えてさ、見つけてもらったり、みんなの目に触れる機会が多いから、好きになってもらえるチャンスっていうのはめちゃめちゃねえ上がってるよね絶対。ね、それはちょっと分かんないけど、どうなんだろうって。うん、見つけてもらえるチャンス。チャンスは増えたけど、公演が回ら倍確率、どういうことだ。あ、みんな、ん？みんなが公演が見れる確率ってこと？でもそんなにみんなも今行ってないか。私劇場いないもんね、だってね。みんなも行く機会減っちゃっているよね。全く行ってないね。そうだよね。どっちの立場について話したらいいんだろう、ちょっと迷っちゃったけど今。ねえ、あれ以来そのメンバーと現役でやってることはあんま話してないから、どんな状況か全く分かんないな。卒業生の子はね、あったりするけど、あ、でもゆいゆい、つい昨日連絡したな。ちょっとしたことを喋った。ヨコは前あったからな。元気して、元気かどうかちょっと、ね、あの文章だけじゃわかんないけど、でもお代理とロケ行ってたりとか楽しそうだったよ。
あ、マリナ、クマちゃんありがとう、嬉しい、ありがとう、クマちゃん。あ、ね、ゆゆね、ドラマの収録ね、やってるみたいだからね。ありゃ、もう50分か。私はそんな感じです。私は夏休みこれからです。そうだね、あんまり何か更新とかしてなかったから、あ、今休んでるのかなって感じだったよね。そういうフェーズには入ってはいるんだけど、ちゃんとどっか行ってみたいなのは私これからしてきます。まあね、実質ね、夏休みって感じではあるんだけどね。ありがとう。ってなんかもう来ないみたいな感じになっちゃうけど、明日、アベマ出ます。避暑地？いや、結局行くところも暑いって感じなのかな。暑そう。夜はさすがに涼しいと思うけど。インドネシア行く、インドネシアは行かないかな。インドネシアじゃない。元気そうで何より。うん、元気だよ。毎年夏体調崩してる気がしてたけど、まあ無理することがないから、まあ体調崩してないね今ね。うん、たまにリンちゃんのファッション見せ、そんなにおしゃれしてないけどね。長岡の花火大会行ってきます。いいね、花火大会いいですな。楽しんで行ってらっしゃい。カリーズ行ってたね。そう、ピタパの公園でね、そっちの方面行ってたから、近かったから行ってきた。うん、でも多分あれ一人で弾丸で行くところじゃないね。2回行ったけどさ、今まで。やっぱり何日か滞在するとかそういうのに向いているところだと思う。別荘がある人とかね。そう。でもなんか行ったっていう事実が欲しくて、行ったってところあるかも。そうそうそう。楽しみに行くぞーってところとはまた違うような気がする。私が知らないだけかもしれないけどね。車運転できるわけじゃないしさ。あ、明日の衣装の情報が来た、見なきゃ。アウトレット行った？軽井沢行った行った。広かったなー。ね、楽しいよね、あそこのアウトレット。大きな買い物はしてないの？あ、最近？大きい買い物はしてないかな。そう、大きい楽しみなことが2つあってって感じかな、プライベートでね。ヘアアイロン、あ、ヘアアイロンはそんなね高くなかった。まあいいもの買おうと思ったらやっぱり2万円3万円とかしちゃうけど、私が買ったのそんなだったよ。4、5千とかだった。ヘアアイロンにしては安い方だと思う。結構かかるかなと思って覚悟していったんだけど、意外と思ってたよりかからなかった。助かる。うん、
やっぱ今はプライベートがとっても充実してますね。楽しいね。そう、嬉しいこともあったから、うん、教えろってなっちゃうね人生観変わる、なんか変わってきた、受け止め方とか人の見方とか、自分がこんなにこう、なんというか見る目というか、うん、なんかそういうの変わるんだと思って、なん、人間的成長、そういうことなのかな。なんか舞台見に行ったまあ それもそうだけど、うん、え、落ち込んでると思って、お、違う、めちゃめちゃプラスな方向だよ、心配されてた、いい方にね、いい方に、うん、幸せ、え、そう、幸せ、そう、幸せな方、そうそうそう、そう、でもこうやってね、遊びに行ったりとかできるの多分今だけだと思うし、あの、そういう今だけにしておかないとね、ちょっと秋冬からもまたギアをゲット変えていって、うん、今のうちにっていう感じです。みんなは土日何するんですか？夏休みに入る人いるのかな？仕事か、仕事だね。お盆とかその辺まで行かないともあんまりあれか。頑張って、仕事だよね、そうだよね、頑張って、ティフ行きたい？うん、ダメ禁止するんだそこうん、ダメ、行っちゃダメじゃあなんかやれよってね人に禁止してばっかで。夏休みです。あー、よかった、楽しんで。どうせそのやりとりをここでだけ楽しんでいくんでしょう、みんな。いいもん、行きなよ、行きなよ、もう行っちゃえ、行っちゃえ、行ってしまえばいいよ。じゃあもう知らない、もう行っちゃえ、行っちゃえ、りんちゃん夏休みどこ行くの？帰ってきたら言うね そんな危険なところには行けません。面白いいろんな意味で、ね、暑いから、ま、外だからね、かなり対策していかないとね。なんかブログにも書いたんだけどさ、本当に OS1 は本当にヒーローですよ。うん、あの、予防では絶対飲んじゃいけないってことないと思うけど、予防で飲むものではないけど、もし本当にもしピンチな時が来たら30分ぐらいで救われる。そうだから、そうそうなの、そうなの、
平常というか、あの普通の時に飲むとあんまり美味しく感じないんだけど、だからそれで測れるところはある。あ、美味しいって感じちゃったら、あ、脱水症状だったんだみたいな。そう、飲む点滴、あ、言うよね。私もそれ別にあの予防では飲んだことないんですけれど、あ、やばいって時に、あとこれもあの聞いたことあってやってみたらおーって思ったんだけど、あの次の日にこの二日酔いになっちゃったら嫌だなとか、あんまり自分お酒強くないなっていう人がお酒こう飲む機会がありました、でも次の日絶対響かせたくないって時に寝る前にそれを飲むと、そう、結構調子悪くなることが少ないよという、そう、もし起きた時にあーダメだーってなったら飲んでも、それで、そう、それを聞いて、これ本当にもしもの時やったら嫌だなと思って、そう、私もいろんなことのためにストックしてる。必ずあのゼリー状のやつを2つは冷蔵庫に入れておくようにしてる。そう、心配な人は会って、うん、絶対会っていいと思う。あ、そうなんだ、なりやすいんだ。私は飲みすぎて、あ、昨日何してたっけってなったことは一回もないけど、二日酔いとかなったことある？私、あ、あるあるよあるよ、比較的少ないけど、でも私はとても強いと思います。頭痛くなったこともないかな。それ飲んでる時になるの？次の日起きたら、あ、でも二日酔いってそういうことか。二日酔いってみんなどんな感じになるの？気持ち悪いとか？頭痛いか。頭痛いはないかな。何、山手線3周したって誰だっけ。何、そんなエピソード持ってる人がいるの？私が知ってる人で。何それ、すごいね。車庫入んないんだ、そんな3周もして日中ってこと？すごいそんなエピソードすごいね。3周でも3周したことは分かるんだ。あ、時間で？8で？嘘だすごいね。誰？すごいね。あ、でもあんまそういうの広めない方がいいよね。かわいそう。だからね、本人が自分から走っていってるんだったらいいけど。そう、かわいそうだから別にここで改まって言うのはやめてあげよう、それは。かわいそう。すごい面白いけどね、それ。聞いてみたいけどね。私にだけいつかこっそり教えて、それ。わざわざここで広めることではないから、もう。なんかすごいんだけど、みんなのファンレベルが5に上がりましたっていう通知がすっごい来るんだけど、すごいね、みんな仲良し、みんな仲良く一緒に5になったんだ。おめでとう、ありがとうおめでとうございます。皆さん祝レベルアップ。1時間経ったから、あ、時間でなんだこれって。なるほどね。あ、まあいい時間になったので今日はおしまいにしますね。ごめんなさいね、1時間ぐらいやっちゃったね。
じゃあ明日はアベマ TV でお会いしましょう。ありがとうみんな。元気にやってますよ私は。ありがとう。じゃあ多分大半の人がしたお仕事が学校あると思うので頑張ってね。私はそんなに日中は忙しくないのではーい、じゃあおやすみなさーい。くるくるコメントより、あー嬉しい。そういろいろコメントとか投票とかそういう企画もあるのでみんなぜひぜひ参加してください。うん、ありがとう。じゃあ明日19時にお会いしましょう。またね、おやすみなさーい。ありがとね、バイバーイ。